近く2番です。列車がトンネルを通過するって話で、まあ通過山と呼ばれるものです。通過山っていうのは必ずではないですけど、同じような事例が2つ並列に並べて書いてあって微妙に数値が違う、この2つの差に注目して答えを出していってくださいという問題構成になっていることがとても多いです。その通過山の常識っていうのを最初にちょっと確認しておきますね。通過山っていうのは、列車がトンネルや橋に差し掛かった時に、これを通過し終わるまでに何秒かかりましたっていう話をしています。ここが今からトンネルに入りますっていう状態。トンネル通過し終わったら、ここにいます。トンネルに入り始めてから、トンネル通過し終わるまでにどれだけ進んだかっていうと、まあ、運転手さんがここにいるとしますね。たら通過し終わった時にここにいるんです。だから延べこれだけの距離を進んだってことになります。この赤で書いた距離っていうのは、トンネルや橋の長さプラス列車の長さ。トンネルとは限らないです。橋を渡る場合もあります。これがまず通過山の常識なので、トンネルを通過し終わるイコール進んだ距離は、トンネルの長さプラス列車の長さの合計分進んだということになります。っていう常識を確認しといた上で、問題に戻ります。トンネルを、長さ30メートルの列車 T がトンネル A をある速さで通過したとき35秒かかりました。また、同じ列車 T がトンネル A の長さの3倍の長さのトンネル B を同じ速さで通過したところ100秒かかりました。括弧1番では、この2つをそれぞれ式に表して連立方程式を作ってくださいっていう問題。ですね、一応その状態もう一回確認しておくと、実際にテストの時に本番でこんなことを書く必要はないんですが、勉強する段階で確認しておいてほしいのは、やっぱり速さの問題っていうのは直線のグラフで確認してください。これが列車 T の速さです。なのでこれが、これをね、秒速 x メートルとしてくださいって書いてあるので、この速さを秒速 x メートルとします。長さ30メートル、これが縦軸が進んだ距離です。長さ30メートルプラス、トンネル A の長さ。これが A の長さとします。これだけの距離を進むのに35秒かかりました。こういうこと。で、同じ列車が、列車の長さ30メートル、列車の速さ秒速 X メートル変わらず、これがトンネルの長さここから 3A なので 2A 分増えました。これで30メートルプラス 3A の長さ。進んだ時にかかった時間は100秒でしたよ。こういうことです。これで、この2例について式で表してください。まず1例目は30足す A。この A の長さのことを Y メートルとしてくださいって書いてあるので、ここを Y メートルにして A をね、これを 3Y にしておきましょう。1例目、35秒かかった時は、30足す y。これだけの距離を進むのに、速さかける時間なので、速さは x メートル。かかった時間は35秒。30足す y イコール 35x なので、y イコール 35x-30。こうなりますね。これが一つ目の例の式。もう一つは、進んだ距離が30足す 3y。トンネル B の長さは3倍なのでね。で、これが、速さかける時間で、x×100 です。なので 3y イコール 100x-30、 こうなりました。この2つの式を立てて、これで連立方程式を立てて解いていってくださいということなので、括弧1番の答えはこうですね。 y イコール 35x-30 と 3y イコール 100x-30、 こんな感じにしておきますか。これが括弧1番の答え。括弧2番では、括弧1で求めたこの連立方程式を解いて、答えを出してください。トンネル B の長さを求めようなので、3y の方を答えてください。2つの式の x と y の係数がそれぞれ、x は35、100、y は1と3なので、これはまあ y を3、最小公倍数の3に揃える方が楽だろう。ということで、1の式を3倍して言い換えておきます。3y イコール 105x90。3y イコール 105x-90。で、下の式の 3y イコール 100x-30 はそのまま。これで 3y が揃ったので、じゃあ、このイコール、こうってことになるので、
こっから最後、この最初小バスに揃えた後の解き方は自由です。どんな解き方でもいいです。どんな解き方でもいいので、その例のうちの1例を紹介します。105x-90=100x-30 です。100x-30 ですね。5x イコール、両辺からね、100x 引くと、まあ、移行しても同じことなんですけど、両辺から 100x ずつ引くと、こっち 5x 残って、こっち x の方が消えますよねってこと。移行させるってのはそういうことです。両辺に90ずつ足してください。そしたらこれが消えてなくなって、こっちがプラス60になりますね。5x イコール60、x イコール12です。x が分かってもしょうがないですね。聞いてるのは y、3y の方で、なので、これで x イコール12が分かったら、どうしましょう。3y を聞いてるので、この2番の式に代入しますか。3y イコール100×12-30 なので 1200-30 で 1170m。 これがカッコ2番の答え。ここまで来といて y の方答えちゃって 3y じゃない方答えるとかね、そういうもったいないミスを絶対にしないようにしてください。四角3番です。新タイプの会話形式の問題なので、問題の文章をよく読んで状況を理解して対応してください。図の円錐において、底面の円の半径は3センチ、母線の長さは9センチであり、H は円の中心、線分 AB は底面の円の直径です。まさかとは思いますが、母線の意味がわからないってことはないと思うんですが、一応確認しておきますね。円錐の底面の円、円の中心、円の半径、この横の部分、この9センチの部分、これを母線と言います。展開図で表したときに、こんなになりますね。これが底面の円で、側面が扇形になるんだけど、この扇形の、側面の扇形の半径のことを母線と言います。組み立てた時にこうなります。この OC、9センチの部分が母線です。まず、この円錐の体積を求めてみましょう。高さがわからないな。どうすればいいんだろう。そうね。この図で高さに当たる長さは線分 A の長さだから、三角形 OCH で三平方の定理を使って求めてください。三角形 OCH ってなんだ?これがまあ、立面図っていうんですかね、投影図っていうんですか、立体的な図が問題の文章に与えられてるんですが、これを真横から見た断面図で考えると、こんな感じに見えますね。ここが頂点 O、ここが C、円の中心 H。この OH の長さが、円錐の高さに当たる部分なので、ここが9、ここが3と分かっているので、この OH の長さは計算で求めることができますと。三平方の定理を使って求めてくださいなので、OH イコール、ルート9の次乗足す3の次乗、イコール81足す9なので、90。ごめんなさい、間違えました。ルート、もう一回ね、OH イコール、ルート9の次乗引く3の次乗ですね。この次乗足すこの次乗が9の次乗になるので。ごめんなさい、これは足すじゃないです。こっち。すると、ルートの中が 81-9 で72になりました。ルート72っていくつかな ?6636 なので、6ルート2。合ってますか?はい。これで、A が OH。A の答えがこの OH。E の答えが6ルート2です。はい。続いて、じゃあ体積は、立方センチになりますね。体積は、錐体の体積ですね。錐体の体積は、底面積かける高さかける3分の1なので、底面積が π3 の次乗かける高さが今求めた OH の長さ6ルート2で、錐体なので3分の1倍してください。すると3分の3、1個分消えるので、答えは18ルート2π。これがウの答えです。次に表面積を求めてみましょう。表面積は底面積と側面積の和だから、底面積は A だけど、A は底面積なので、π3 の次乗で 9π ですね。これが A、これが U です。展開図を考えると、側面は扇形になっていて、半径はなんとかセンチ。これがさっき言った、この展開図。これが9で、これが3ですよ。展開図を考えると、側面は扇形になっていて、半径は O センチ。O は、このことです。9です。
底面の円の円周と扇形のこの長さが等しいから中心角の大きさはここ。これは何を言ってるかというと、5000分の半径、円錐の表面積を求めるときに必要な常識として、5000分の半径イコール360度分の中心角、これがなぜそうなるのかっていう説明を、まあ、今一応やっておきますね。この展開図を組み立てたときにこうなるとします。円の円周と扇形の弧の長さがぴったり同じ長さになるんです。組み立てたときにこことここがくっついて円周1個分と同じになるんです。なのでこの円周とこの円周、この長さが同じにならなければいけないので、円の円周は 3×2× 円周率、これが扇形の弧の長さ 9×2× 円周率 ×360 度分の中心角、これが同じにならなければいけないので、 6π=18π×360 分の中心角、 6π と 18π、 これ3倍になっているので、これが3分の1になるっていうことですよね。360分の中心角が3分の1になるということは、中心角が120度です。なのでこの問題においては、か、選択肢かが、四角かが120度っていう答えになるんだけど、5000分の半径イコール360分の中心角と同じになる。この問題では9分の3と360分の120がいずれも3分の1になって同じになるので、これを知っとけば、表面積、側面積の扇形の面積を求めるときに圧倒的に楽になりますよって話をしています。これで計算すると、側面積は キ 平方センチです。側面積は、π9 の事情。これは、扇形の円の面積のことを言っています。これに360分の中心角。一応まあ360分の120と書いておきますけど、これは9分の3、5000分の半径としても同じなんですよってことなんです。これで計算すると9、1個分消えてなくなるので、3×27 で 27π になります。これが、キーの答えですね。はい。続いて、空、表面積は、表面積空は単純に底面積、さっきの A、9π と側面積の 27π 足すので、9π 足す 27π で 36π、 これが区です。で、最後の K がちょっと難しいのかな。 A と B を結ぶ側面を通る線のうち最も短いもの、最短距離ですね。もともとの図では、問題の文章に与えられている図では、こことここにこの最短距離が書いてあるんですが、こことここを最短距離で結んだとき、これ展開図上で書くと、よく出るパターンはこうなんですが、この問題においては円の反対同士、ここの点とここの点は組み立てたときにここに来るとします。そうするとそのちょうど反対にあるところ、問題の図で与えられている A と B は円のちょうどその直径を挟んで反対側にあるので、ここを B とすると AA、 こういう感じですね。なので聞いている AB の最短距離っていうのは、この青で引いた線、この長さのことを言っています。この時に展開図の側面積、ここ120度なので、これ半分半分ですが、この長さとこの長さ同じですから、こう切り分けると60度60度になりますよね。なので求めたい青い線はどちらで求めても同じなんです。これを対称の軸として、左右線対称合同な図形なので、このいずれかの長さを求めてください。扇形は半径がどこの長さ、どこの長さでも全部同じ。ここが9であればここも9、ここが9。なので必ず二等辺三角形になるんですね。この角とこの角、この角とこの角が等しい二等辺三角形になって、頂角が60度なので、この三角形は正三角形ということになります。なので、ここが9であればここも9、ここも9。求めたい K の答えは9センチになります。この問題解くにあたって必要な知識っていうのは、まず、円や半円、扇形の中心と曲線の上の2点を結んで三角形を作ったときに、こう、それから、こう、こう。三角形を作るときに必ず二等辺三角形になる。半径の長さはどこも同じなので必ず二等辺三角形になるということをまず知っておくこと。場合によって正三角形になるときもあります。今回がそれ。
で、もう一つの知識は、最短距離って言われたら、この直線のことを指しているってことですね。一つの点から、この最短距離を求めてくださいっていう問題では、展開図の上で一直線で結んだ時のこの長さのことを聞かれているってことです。ちょっとね、最後の方になるといろんな複数の知識が必要になってくるので、難しかったと思います。四角3番でした。